北山宏光とナンバーアンダーライン愛の絆が光る。ソロコンサートでファンが涙した理由。北山宏光の初のソロコンサートは、多くのファンにとって特別な一日となりました。戸部に加入してから彼を知った新しいファンも多く、長年彼を支えてきたファンと一緒に会場を真っ赤に染めた光景は、まさに感動の瞬間でした。このコンサートは、北山のこれまでの歩みと人柄を象徴するものであり、 ファンにとって大切な思い出となりました。北山宏光が有明アリーナで全事務所のソロ曲を歌うことができた背景には、彼の強い熱意とファンへの感謝、そして新しいエンターテインメントの形を模索する挑戦がありました。今回のコンサートは、日本のエンタメ業界における大きな転換点となり、ファンとの深い絆の重要性を再認識させるものでした。ローラースケートを履いてステージに立つ北山の姿を生で見たファンたちは、 その瞬間を一生忘れることはないでしょう。戸部のメンバーとして、彼のパフォーマンスが実現した背景には、多くの人々の努力と交渉がありました。特に、滝沢秀明氏が全事務所と交渉し、曲の権利を確保するために尽力したことは、ファンにとって感謝すべきことです。スマイルアップの協力もあり、北山はファンに対してその覚悟と情熱を示すことができました。翔くを追いかけてきたファンにとっても、 北山がどんな思いで一人グループを抜け、ここまで頑張ってきたのかを想像することは容易ではありません。しかし、苦しい時期も共に過ごし、支え続けてきたファンにとって、ソロ曲のイントロが流れた瞬間は号泣せざるを得ない特別な瞬間でした。推しと同じ思いを共有できることの喜びを感じながら、その場の空気に浸ることができたファンたちの感動は計り知れません。 生で全事務所の曲やローラースケートで歌った北山の姿を見た多くのファンが涙を流しました。これは北山がファンを大切に思う気持ちを象徴する出来事であり、その誠実さが多くの人々の心を打ったのです。ナンバーアンダーラインアイや IMP も彼と共に成長し、同じように愛されることを願っています。これからも北山を応援し続けるファンの声が響く中で、彼がどのように進化していくのかが楽しみです。 北山のアルバム発売が決定するまでの時間がかかった理由の一つに、滝沢社長が全事務所と交渉していたことが挙げられます。権利関係の複雑さを乗り越え、曲をファンに届けるための努力は並大抵のものではありませんでした。北山自身が作詞作曲した、フォームは、その一つの例であり、ファンへの特大のラブソングとして心に響きます。また、 北山と IMP のしんくんとも津君くんがお互いのライブを見に行くことを約束し、実際に観戦していたことも微笑ましいエピソードです。仲の良さが伝わるこの出来事は、ファンにとっても心温まるものでした。北山が過去の曲を歌うことに対して諦めていないという姿勢は、ファンにとって希望の光となっています。有明初日のフォームのイントロが流れた瞬間、歓声や悲鳴が上がり、多くの人々が涙を流しました。 北山がファンのために準備を重ね、外野からの批判にも耐えながら挑戦し続ける姿勢は、改めて彼のファンへの思いを感じさせます。北山博光のアルバム発売が遅れた理由には、滝沢社長が全事務所と交渉していたことが関係しているかもしれません。権利関係の難しさを乗り越え、ファンに届けるための努力は大変なものでした。フォームは北山自身が作詞作曲した曲であり、 その特別な意味を持つ曲をライブで披露することができたのは、彼の覚悟と努力の賜物です。今回のコンサートでは、北山がローラースケートを履いてステージに立つ姿が見られ、その姿に多くのファンが涙しました。彼のファン思いの姿勢が垣間見えるこのパフォーマンスは、ファンにとって感動的な瞬間でした。これからも北山がキスマイ時代のソロ曲を歌うことができるようになることを願う声が多く聞かれます。 北山博光の初のソロコンサートは、滝沢秀明氏が全事務所と交渉してくれたおかげで実現しました。権利関係の難しさを乗り越え、ファンに届けるための努力は大変なものでした。フォームは北山自身が作詞作曲した曲であり、その特別な意味を持つ曲をライブで披露することができたのは、彼の覚悟と努力の賜物です。今回のコンサートでは、北山がローラースケートを履いてステージに立つ姿が見られ、 そのの姿に多くのファンが涙ししました彼のファン思いの姿勢が垣間見えるこのパフォーマンスは、ファンにとって感動的な瞬間でした。これからも北山がキスマイ時代のソロ曲を歌うことができるようになることを願う声が多く聞かれます。北山宏光のソロコンサートは、滝沢秀明氏の協力と多くのファンの支えによって実現しました。権利関係の問題を乗り越え、ファンに届けるための努力は大変なものでしたが、 彼の覚悟と努力が実を結びました。これからも北山博光がファンに感動を与え続ける姿を期待しています。このように、北山博光のソロコンサートは、彼の熱意とファンへの感謝が結実した瞬間でした。全事務所の曲を歌うことができたのは、彼の努力と多くの人々の協力があったからこそです。これからも彼のファンとして応援し続けることが、彼にとっての大きな支えとなるでしょう。 北山博光のソロコンサートは、彼の熱意とファンへの感謝が結実した瞬間でした。全事務所の曲を歌うことができたのは、彼の努力と多くの人々の協力があったからこそです。これからも彼のファンとして応援し続けることが、彼にとっての大きな支えとなるでしょう。ファンの間では、北山博光の新たな挑戦として、今後も、シンデレラガールや、月読みを歌うことが期待されています。 彼の歌声とパフォーマンスは、様々な楽曲に対応できる才能を秘めているため、これらの曲をどのようにアレンジし、自身の色で表現していくのかが注目されています。また、彼の新しいアルバムのリリースに向けて、どのような楽曲が収録されるのかも興味の的です。北山博光の活動は、単なるエンターテイメントにとどまらず、日本のエンタメ業界の在り方を模索する重要な一環とも言えます。 彼のパフォーマンスが示すように、新しい形でのエンタメ提供が求められている現代において、ファンとのつながりを大切にし、挑戦し続ける姿勢は見習うべきものです。さらに、北山の活動が今後どのように進展していくのかについても、中北山の活動が今後どのように進展していくのかについても、注目が集まっています。彼がどのようにして自身のキャリアを築き上げ、ファンとの絆を深めていくのか、 これかからの展開に期待が高まるばかりです北山宏光のソロ活動は彼の人となりや音楽への情熱を感じさせるものでありファンにとっては特別な存在です彼の歩んできた道のりやこれからの挑戦に対する彼の考え方を知ることは私たちにとってもインスピレーションを与えてくれるでしょう最後に北山宏光の今後の活躍に期待しつつ 彼のソロ活動が日本のエンタメ業界に与える影響を見守っていくことが重要です。彼の音楽がさらに多くの人々に届き、感動を与えてくれることを願いながら、私たちは彼の未来を応援し続けていきたいと思います。これからも、北山弘光の音楽とパフォーマンスが、私たちの心に響き続けることを期待しています。彼の活動が、多くの人々にとっての励ましや感動の源となることを願っています。 ファンの間では、北山博光の新たな挑戦として、今後も、シンデレラガールや、月読みを歌うことが期待されています。彼の歌声とパフォーマンスは、様々な楽曲に対応できる才能を秘めているため、これらの曲をどのようにアレンジし、自身の色で表現していくのかが注目されています。また、彼の新しいアルバムのリリースに向けて、どのような楽曲が収録されるのかも興味の的です。 北山宏光の活動は、単なるエンターテインメントにとどまらず、日本のエンタメ業界の在り方を模索する重要な一環とも言えます。彼のパフォーマンスが示すように、新しい形でのエンタメ提供が求められている現代において、ファンとのつながりを大切にし、挑戦し続ける姿勢は見習うべきものです。さらに、北山の活動が今後どのように進展していくのかについても、注目が集まっています。 彼がどのようにして自身のキャリアを築き上げ、ファンとの絆を深めていくのか、これからの展開に期待が高まるばかりです。北山博光のソロ活動は、彼の人となりや音楽への情熱を感じさせるものであり、ファンにとっては特別な存在です。彼の歩んできた道のりや、これからの挑戦に対する彼の考え方を知ることは、私たちにとってもインスピレーションを与えてくれるでしょう。最後に、 北山博光の今後の活躍に期待しつつ、彼のソロ活動が日本のエンタメ業界に与える影響を見守っていくことが重要です。彼の音楽がさらに多くの人々に届き、感動を与えてくれることを願いながら、私たちは彼の未来を応援し続けていきたいと思います。これからも北山博光の音楽とパフォーマンスが、私たちの心に響き続けることを期待しています。彼の活動が、 多くののの人々にとととっってて励まましや感動の源となることを願っています北山博光の初のソロコンサートは、多くのファンにとって特別な一日となりました。戸部に加入してから彼を知った新しいファンも多く、長年彼を支えてきたファンと一緒に会場を真っ赤に染めた光景は、まさに感動の瞬間でした。このコンサートは、北山のこれまでの歩みと人柄を象徴するものであり、ファンにとって大切な思い出となりました。 北山博光が有明アリーナで全事務所のソロ曲を歌うことができた背景には、彼の強い熱意とファンへの感謝、そして新しいエンターテインメントの形を模索する挑戦がありました。今回のコンサートは、日本のエンタメ業界における大きな転換点となり、ファンとの深い絆の重要性を再認識させるものでした。ローラースケートを履いてステージに立つ北山の姿を生で見たファンたちは、その瞬間を一生忘れることはないでしょう。 トベのメンバーとして、彼のパフォーマンスが実現した背景には、多くの人々の努力と交渉がありました。特に、滝沢秀明氏が全事務所と交渉し、曲の権利を確保するために尽力したことは、ファンにとって感謝すべきことです。スマイルアップの協力もあり、北山はファンに対してその覚悟と情熱を示すことができました。